ラジオネームゴルゴ31、スタイルはいいって言われるという顔への努力を怠るブサイク兼ブス女の顔を機関車の戦隊にリフトブス機関車トース油断あげる。ラジオネームチュリスケ、AKB の写メ会に行き、指原とツーショットを撮った後、その写メをうまく加工してフライデーにリフトオフ数日後、指原はジャカルタへリフトオフだが、加工したことがバレ、俺が豚箱へリフトオフやめとけ、やめときなさい指原をジャカルタへリフトオフまでうまくいってたんだそうですね、そこまでの計画通りだったんですけどね、バレちゃうよねあげよう、上宮崎。ラジオネームラブケイコ、阿部龍がスーパーに入った瞬間、千人の万引き G メンリフトオフもうやんないやんないもうやんないよもう散々償ったでしょ、いいですよ、千人の万引きどんだけ警戒されてる、逃げれないね、逃げれないですよ、絶対逃げれないですよ、今日混んでるからチャンスだな全員次元だったんですよあげよ、もう。ラジオネーム三ペ、電気屋の携帯売り場で美人店員がよかったらご案内しましょうかと言ってきたので、素早くズボンを脱いでポコチンをつまみ上げ、これってスマートフォンですかねと質問したところ、いやガラケーの一種、方形ですねという満点の答えリフトオフなんだろう、面白くなってんだもうすぐあーそれガラ方形ですねね、あげるよ、もう出るなぁ、いっぱいあげちゃうな最近ね、ラジオの飛びっこ、風俗で遊ぼうとこって最低とか分かったような口を聞く、酔った勢いで酔った勢いでも相手にできない最低線のブスを、卵の黄身と蜂蜜をまんべんなく塗りたくり、220度のオーブンで30分ほど焼いた後、結局ゴミ箱に入れるこれおい、飛びっこれ手間かかってんだよな、リフトオフするまで優しさあるよね途中まで美味しそうだったんですけどねあげる、ラジオ長寿ギガジャクソン、小島春菜の家に落ちている陰毛を採取すべくマンションの外壁を登るロボットを作り、窓の鍵を開けるためのロボットを作り、窓を開けるためのロボットを作り、陰毛を探すためのロボットを作り、見つけた陰毛を手に持ってベランダから飛び降りる窪塚ロボットに作るお前が行け、もうこうだったらお前行って捕まれよ、手間かけるな本当にあげるあげるもう本当にFM 山口ナスビマン、岡本麻里、夏目ミク、インスタントジョンソン杉、最後でわかんないな、なんかクソアシスタントでコンドームをサンドイッチ岡本とインジョン杉に挟まれる夏目ミク、クソアシスタントでコンドームサンドイッチですね誰が得するのあげろ、ラジオにファンタスティック原田、山田優、岸辺一徳、高島正宏、分かんない、分かんないですね、弟がゴミクズいやいや別にあげましょうあげましょう、あげちゃダメだよあ、まああげましょう、あげましょう、一回言ったからね、失敗、嘘ですけどあげましょうFM 福井ダイエットは下から、ある芸人がトイレの神様を怒らせてしまいました、さてどんな罰が当たった？アリの戸あたりが真っ赤に腫れてかゆい、跳ねるの扉が終わったおい、いやこれはダメですよ何がダメなんだいやダメでしょう、これは
じゃあ10年も超重ギガ弱、今の1枚あげよう。ラジオネーム超重ギガジャクソン。セーラー服を着ている浅木邦子を見たベッキー、何と言った？何着てもダメだね。お前テレビ出ていいんだっけ？面白いな。雰囲気が悪いからね。浅木邦子さんセーラー服着てると言っちゃうね。お前テレビ出ていいんだっけ？選出で。ラジオネーム納豆パフェ。オリンピックのメダリストにメダルを触らせてもらった恵比寿吉和さんが言った一言とは？思ったよりザラザラしてんのね。これのために4年か。俺なら普通に働くけどな。いいそうだな。最低な時あるからね、実はね。これもう本当に言ったんじゃねえかっていうぐらいリアルですよね。なんで結婚したんですか？毎日セックスタダでできるからね。最悪ね、ミスター。たまに怖い時あるからね。でも真理なんだよ。まあそうですね。そうですね。一枚で。さあ、ラジオネーム納豆パフェ。田中邦衛さん。このおはぎまずいなーって言ってるけど、それ石炭よ。なんか絵に浮かぶな、すごいそれ。じゃあこのおはぎまずいな。父さんそれ石炭だ。吉田選手の世界観。あげよう。ラジオネームファンタスティック原田。井上陽水さん、気持ちよさそうな声出してるけど、それ天下じゃなくてゴキブリホイホイよ。いや、タモリさんにでも紹介されたんですけどね。でも気持ちいいですよ。気持ちいいからいいでしょ。くだらないあげるよ、もう。FM 宮崎バスケットカウント。張本勲さん、ブスなデリヘルジョが来たからって勝つっていうのやめなさい。勝つよ。チェンジしますか。あ、いいよ。いいんだ。やってけやってけ。あげる。ラジオネーム納豆パフェ。荒垣結衣ちゃん、いくら有吉さんのことが好きだからって、この季節に5時間も出待ちしてたら熱中症になっちゃうから危ないわよ。ありがたいな。ちょっと冷たいジュースでも送ってあげたいですね。俺ら来てない間に武井絵美ちゃんからちょっと変わったんですかね。そうですね。荒垣ちゃん、先々週ぐらいエレベーターで突然会ったら、はい、ニコッとしてくれたっていうことからこの恋が始まってる。ああ、パンすね。パン10個あげます。いやパン1個ね。ラジオネームゴルゴ31。田中邦衛さん、誰も若月千夏のことをちーねーなんて呼んでないわよ。よかったね、田中邦衛さんの長寿ね。ちーねーっつって言うやつ、やっぱ雰囲気あった。ちーねーは言いませんよね。いい感じからあげます。FM 山口ナスビマン。有吉さん、サンドリは嫌いでもゲスナーは嫌いにならないでください。でおなじみ前田敦子ちゃんが自身のフォトブック発売イベントで好きな男性のタイプを話していました。頭がいい人がいいです。映画を一緒に見てちゃんと理解して意見を話し合える人がいいですね。有吉さん、あんたに負けたよ。知的だし映画も見てるし、正直かなわないと思ってるよ。だから俺らの代表として結婚してやってください。なんてな。おい、ゲスラのみんな、捜査を立て直す。今すぐ全国の映画館を封鎖。ゲスラと前田敦子以外の人間を一歩も通すな。そして各自、あっちゃんが好きな映画の調査を開始。俺らの中からこの山は絶対取れるぞ。
映画館に入る時の合言葉はデンデンだ。みんな現場に急行だ。はね。踊る大捜査線が始まりましたね。ちょっと影響されてるけど、ちょっと多いみたいですけど。なんでデンデン。FM とチリあげとこうか。FM 長野チェリーブロンコス。荒垣結衣ちゃん、ショートヘアにしても有吉さんはそう簡単に振り向いてくれないわよ。1枚あげましょう。相当タフデントあげなかったのに。タフだよ。ラジオの三平、有吉さん、うんちくオラウータンこと武田鉄矢の野郎が金八先生で共演した上戸彩の結婚についてこんなことを言ってやがりました。お相手の方は職人のイメージがあります。表現者としてしっかりしてると思う。さすが上戸が選ぶだけの人だと思います。おい武田、お前さてはヒロ知らねえな。言っとくけど、モヒカン頭のドラム職人角田ヒロじゃねえんだぞ。お前が意味嫌ってるガングロチャラ男集団エグザイルのボスザルだぞ。今すぐ上戸に電話していつもの切れ味鋭い説教かましてやれ。頼んだぞ。あげていきましょう。ラジオ三平、有吉さん、スパのウェブサイトにスパのウェブサイトにプリッケツプリンセスこと前田敦子さんに対するアラサー女性からの応援メッセージ掲載されていました。国民的アイドルでもあんな風に泥酔しちゃうんだなと共感しました。気取ってる感じがして好きじゃなかったけど一気に好感度が上がりました。やかましよ、てめえら全員人気者の欠点見つけて喜んでるだけのゲスババアだろうが。芸能人の失敗談魚にしてくせえ酒飲んでんじゃねえよ。そんなクソまみれの優越感なんて犬に食われろ。ちなみに俺はな、芸能人の欠点を無理やりえぐり出して日本一ゲスなラジオに投稿している最低なゴキブリ野郎だ。殺すなら殺せクソババア。勇気があるね。男らしいよね、三平。あげちゃう。何があったんだろう。ラストぐらいかな、ラジオの定型ミニ。有吉さん、アメリカのゴシップ誌、スターによると、シャッキングこと、ニコラス・ケイジの DV ハゲが、26歳年下の女優、バネッサ・アン・ハジェンスさんに、付きまとい、ストーカー行為を繰り返しているとのことです。バネッサちゃん、ストーカーってほんと怖いよね。わかる。人がどんなに嫌がってもいつまでも付きまとってくるし、勝手に怒ったり勝手に欲情したり、キモすぎるよね。そうだ、ストーカー同士でカップルになっちゃえばいいんだよ。よし、バネッサちゃん、一緒にお祈りしよう。はい。酒と金と暴力にだらしねえロイヤルストレートハゲと品も知識も教養もねえ役満ブスがくっついて幸せな家庭気づけますように。アーメン。ニコラス刑事イメージ通りですね。いやいやいや、あげましょう。以上です。ジオネーム三平。吉村隆、塩谷俊、三浦和義、吉村隆、はいはい、平成のぶし拳、はいはい、塩谷俊、平成ドブス殺し、三浦和義、引退伸ばし伸ばし。塩谷俊の平成ドブス殺しってなんで。あげよう。ラジオネーム武見、小田裕二、柳葉敏郎、ゆうすけサンタマリ。これは踊る大捜査線の、あー残念、えチンコの長さが全く同じ。なんだって。違います、違いますよ。なんでその3人がたまたま同じドラマに返してるんですか。いやいや、そっち箸じゃない。違うわ、違うわ。君塚良一さんがチンコの長さ、誰が特捜ですか。ラジオのレペゼン秩父、津川雅彦、内田裕也、天竜源一郎。これもまた往年の人、共通って分かると思います。寝てるとき口をむにゃむにゃする。ただのおじいちゃんに思われてる。
むにゃむにゃしてるぞ。はい、言えよ。パン。うん。ね、ゴルフ31。好きなタレント、向井理とほざくセンス抜群のおめでたいブスの頭の上にリンゴを乗せ、リンゴなんかに目もくれず、顔面にスピニングバードキック。鼻から顔にね。あれ手リンゴ置く。あげよう。ジョニーの飛びっこ。美人の引き立て役のくせに己の立場をわきまえずに合コンではしゃぎ腐るドブスをまずは食べやすい大きさにカットし皿に盛り付ける。続いて白ワインと共に煮込んでトロトロに溶かしたチーズソースを作り、先ほど用意したブスをスティックに刺し絡ませたブスフォンデュを完成させた後、結局ゴミ箱に食べもしこいつゴミ箱に。カラフルアフロ。岸辺四郎さんの時計いつも3時です。なぜ？面白いな。ずっとおやつ食べてたいから。マジックで書いたやつだから。うわー、それだ。これだわ。すげーすげー。あー、そりゃ3時だわ。ラジオネームアギラマイク。12時の方向からブサイクカップルが歩いてきたので3時の方向に蹴り飛ばしたが、今度は12時方向から地元の不良がやってくるのが見えたので小走りで6時の方向にリフトオフ。面白い。全体の人じゃないんだから。何時の方向とか。蓋に丸々みたいな。あげとこうか。ラジオのワーギナーマイク。有吉さん、ブスの王者こと益若つばさパイパンギャルがミルキーバニーとかいう名前で歌手活動しており、自身も作詞に参加した新曲の歌詞にこんなことを書いてやがりました。いつから僕は翼忘れて泣き虫のままで震えてんだろう。弱さも拭えない。もう逃げたくないのに。人様には翼なんてねえよバカ。窪塚かお前は。お前こんなくだらねえ歌詞で子供たちからまた金絞り落とそうとしてやがんのか。本当にアンジェラ・アキ以下だな、クソ野郎。あとお前ミルキーバニーってなんだ、オッパブの現地名かなんかか。まあどうでもいいけど子育てだけは頑張れよ。最後に舘ひろしが言った反抗してくれよのテンションでお前に頼み事がある。母乳飲ませてくれよ。バカなんだろ、ほんとに。あげるけど。あげるんだ。あげるじゃん。ゲストの名に恥じないですね。すごいな。母乳飲ませてくれよ。エビメガメチナスビマ。虹色ブロッコリーこと下中元気村さんがツイッターで恋愛感を語ってやがる。いいね。会っている時は幸せの絶頂に思える。でも離れている時の切なさが恋の醍醐味ではないだろうか。安心、不安、懐疑、安堵、心配など様々な想念が渦を巻いて休まることがない。それが次に会う時の情熱の源泉になる。切なさがなくなったら恋もそろそろ峠を越える。怖い。ツイッターで今日感じたの初めてだよ。罵倒すると呪い殺されそうなのでもう終わりにします。すいません。面白いね。あげよう。お、うん、下田かゆさん面白いよね。武井絵美ちゃんが可愛いなっつってちょっとまあ言ってて、まあ思いが募ってくるじゃない、うん、でもやっぱり10代の女の子だしね、はい、やっぱそれはほらあんまり思いを募らせててもしょうがないじゃない、うんうん、って思った時に誰
なんかね、誰かと一緒の顔してたの、この前番組一緒になった女優さんと。はいはいはい。それでちょっとその竹井美ちゃんへの思いをだいぶ薄くできたんだよな。おお、誰だ、忘れちゃったんだよな、結構有名な、さっきまで覚えてたんだけどな、こう忘れるね本当に。うん、誰だ、ん、柴咲コウじゃない、柴咲コウとかじゃない、似てますね、あれ、あの顔して、竹井美ちゃんと同じ顔してんの。誰だ、同じ顔、うん、だから、あ、この竹井美ちゃん30になったらこういう顔になっていくんだなと思ったわけ。おお、そしたらまあまあそうでもねえなみたいな、そうでもねえな、そうでもねえではないでしょそうでもねえな、綺麗なんだけどっていうね。おお、なんかあるじゃん、なん、うん、忘れちゃったよ、誰だっけな、忘れちゃったよ、かわいい、これ正解した人はあれあげるよ、パン安くなってきたな、誰だ、来た、誰や、お、鈴木沙和さんですか、違う違う今のごめん、ラジオの盾やね、ラジオネームザラッパーザキバチョフ、中越のり子、そう正解、 おあー、でもそう、中越のり子と同じ顔してんの、本当ですね、竹恵美ちゃんって、はい、そうですね、はい、だから、はい、なんか自分の中で落ち着いたの。おー、中越のり子さんは綺麗だけど、はいはいはい、そんなに今大好きじゃないじゃん、自分の中で、自分の中大好きなじゃないの、1位とか2位じゃないの、はい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 、だから自分の中でそれで押さえつけたよね、その気持ちをね、あ、中越のり子さんみたいになっていくんだから、はい、今後、はい、だからまあ竹恵美ちゃんの絵のこの情熱、はい、みたいなものをちょっと落ち着かせようっていうことで、あ、若さに惹かれた感じ、パン、パンあげてください、あ、ラッパーザキバチョフ、パンあげます、中越のり子さん、そうそう、正解、よく出てる、偉いね、いや、よく出ましたね、でも偉いね、高い高いしてあげよう、うーん、ドーン落とした大丈夫、三平、恵比寿吉和さんと秋元康さんの対談が実現、恵比寿さんの第一声は、ジャグラー打ってます、 AKB で一番陰謀の濃い子誰なんですか当たるか、ね、秋元さん席を立つあげよう。ネフエム群馬、ラッパーザキバチョフ、武田鉄矢さんが女子高生に説教をしています、何と言ってますか、まあ、友人同士ちゃんと助け合いなさいとか、うん、手こきだけで3万は高すぎるっていうかだけよ。よく陽気ボンス。シェケナベイベーロクロール意味のない言葉吐いて年取るクソジジイ。最初強烈だね、シェケナシェケナベイベーが、すごいですね、あげましょう、ね、いいですね。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、田中邦衛さん、落ちてるガム、あれ、あ、これね、はい、田中邦衛さん、落ちてるガムくらいまずい肉だなって言ってるけど、それ落ちてたガムよ。田中邦衛さん面白いな、これあげよう。ラジオネームゴルゴ31、バットオリのギネス記録に挑戦した角田信明さんでしたが、一本目のバットが金属とは知らず、カキンという音とともに右の爪リフト一本目で誰の佐々木正明の意地悪ですかね一枚あげましょう、一個あげましょう。ラジオネームワーギナーマイク、タモリさんの人気に嫉妬した日本の嫌われ者こと茂木健一郎が芸名を茂木田和義に変えるらしい
お昼の帯番組もぎたかずよしアワーちりっていいともを始めるが、同時期に他局で博士太郎が始めたちりげなんですに勝率で圧倒されたため、男らしく陰謀の断髪式で言うと、もぎたかずよしあげよう。皆さんしてんだろうな。ラジオの北京ミニ、機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダムとのコラボで大ヒットしたザク豆腐の第2弾、鍋用ズゴック豆腐の発表会にて、私も日頃から豆腐を食べていますが、このズゴック豆腐は見た目もすごく可愛いので豆腐売り場に行くのが楽しみになりますねと、ディックドムみたいな体型の磯山さやかちゃんが言っていました。おいおい磯山さんよ、せっかくローハーで磯右衛が定着したっつうのによ、猫型ロボットからジオン軍のモビルスーツに勝手に鞍替えしちゃダメじゃないか。そもそもさやかちゃんが食べるのはズコック豆腐じゃなくてビグザムトンカツでしょ。ほらダイエットに励み上がるグラビアアイドルともにこう言ってやんな、くびれ、細い二の腕、細い足、そんなもんあえて言おう、カスであると。痩せこけたグラビアアイドルにチンコなんて何つかバカ野郎。さあ今夜もリバウンドしたさやかちゃんのグラビアでアムロ行きます。うわよくできてます、素晴らしい、投げましょう。FM 宮崎騙しやすけしそういうことか、当てらんねえよ。パンはパンでも食べられないパンはという謎謎に、恵比寿よしかずさんは何と答えた。僕ご飯派なんですよね。鈴木沢さんのパンツ、あれだけは煮ても焼いても食えないね。わかんないよ。そのなんか確執があるならあるで知らねえし。一枚よ。ふえん宮崎騙しやすけしん、田中邦衛さん、このスマホ動かねえなって言ってるけど、あんたが握ってるそれスマホじゃなくてホットドッグよ。間違えた。これがスマホかってホットドッグいじってんの、らしいですよ。ケチャップとマスタードベッドも。もうあげとこ。ラジオも立てや。小田和正さん、言葉にできないってそれ君にしてるからよ。これはひどい。こんな名曲がひどい。あげよう。ラジオの三平、有吉さん、デコヒロシことベッキーの野郎がツイッターにベッキーと書かれた台本の写真をアップした挙句、こんなことを言ってやがりました。レギュラー番組の台本に書いてある私の名前が間違っていて、今日を乗り切る自信がない。よし、スタッフさんの嫌がらせ最高。次回からはペッキーじゃなくウィッキー、その次はチャッキー、そんでボッキー、フルボッキーと来て、最終的にはポコチンと書いてやってください。いや待てよ、やっぱりシンプルにシェリーでお願いします。いいですね、なかなかいいでしょ。あげましょう。ラジオの三平、キャリーパミパミ、下田歌劇、岩城信子、日本を代表するファッションモンスター。確かに個性的なファッションではありますよね。でも3人ともね、そうですね、なかなかいいんじゃないですか。ビビッとピンク、ね、あげとこうかな。FMA ラジオネーム寄進中、パックン、マックン、デンデン。なんだ、いや分かんないっすよ。パックンマックン。あげよう。ラジオネームファンタスティックからだ、車団吉、石倉三郎、
江住真紀子、ね、これ完璧。男性ホルモンの量が一緒一緒だわ一緒、これは一緒。あげる、そんな濃いんすか。でも飛びっこ、やる気、弱気、元気、勃起信子のエロスに具足がギンギン。あ、いいですね。あ、さすがですね。そうですね。さすがいいですね。あげましょう。FM 群馬アボガド星人。植木俊さん、喫煙席か禁煙席かを聞かれてるのに、タホデントって答えるのやめなさい。店員が困ってるわよ。いやー、これやっぱクオリティが高いからな、俺のタホデント。言ってたな、確かに。嬉しいな。投げちゃおう。もうでもやりませんよ。FM 群馬ラッパーザキバチョフ。田中邦衛さん、このリンゴ硬えなーって言ってる、それ赤レンガよ。食べそうだね。ラジオのファンタスティあげとこうか。ラジオの腕トイレ。ブスにちゃんこ鍋したいと1万回言わせる。ブスがチンコ舐めたいと噛んだら、ベッドに押し倒して自分を大事にしろと叱りつけてから、往復ビンタをリフト。わけわかんない。起伏が激しすぎるわ。ちゃんこ鍋したいと1万回言わせるんか。すごいな。そこからすごい投影すぎる。まやうくんもちょっと放送禁止用語でこの人罵倒するところ。僕も浮かびました。危ない言葉が。1枚あげときましょう。ラジオの腕トイレ。深夜にセックスしているバカップルの部屋にアリの大群をリフトオフ、合体状態のまま外に運び出し、交番の前にリフトオフ。気づくちょっとずつ動いてんなと思いながらね。なんか動いてんだけよ。FM 福岡看護ワゴン。桂歌丸が愛人にベッドの上で、そこで私が、君は今どんな恥ずかしい格好をさせられているんだいと尋ねますので、何か一言という陰湿な言葉攻め、リフト。そこで私がね、君は今どんな恥ずかしい格好させられてるんだいと尋ねますので、何か一言お願いしますね。嫌だなこれな。嫌です。やりたいけどな。あげよう。ラジオの看護ワード FM 福岡。予定調和や台本通りのことをやたらプロレスと表現する現代人を見た天国の力道山の両目から大粒の涙がリフト。うわー、いいリフトオフだね。これいいリフトオフですね。ほっこり素敵だな。うわ、素敵。悲しんでるね。いやー寂しいねつって。いや、すごいな。あげよう。しょうがない。多いですね、パン。いいですね。ラジオの超重ギガジャクソン。武田鉄矢さんが女子高生を説教しながらスカートに手を入れているので、僕も真似してスカートに手を入れると、武田鉄矢さんと手が触れて、武田鉄矢さんが、君もここを通る、君もここを触るのか、通だねと嬉しいお言葉リフト。何を言ってんの。同じところ触るのかだね。あげるよ。味噌塗りランドセル。服が透けて見えるカメラでアイドル全員を写し、カルルート君とかの世界。何なんだよ。服が透けて見えるカメラでアイドル全員を写し、乳首の色がバラされたくなければ100万円よこせという脅迫状をリフトオフ。みんなが無視する中、篠田麻里子だけがなぜか僕の口座に5億円リフト。
よっぽどか怒られるよ。よっぽどなのか。さらに金せがむって最低だよ。やべえと思ったんでしょうね。多く入れるってことだね。ラジオネームとびっこ。自分探しとかいう安っぽい理由で海外に留学するジョン万次郎警部長。丁寧にアクを取った牛のすね肉で取ったブイヨンと一緒に煮込み、生クリームを加えてまろやかさを出した上で、最後はゴミ箱に。絶対食わねえんだよな。ジョン万次郎警部さん。どっかで使っていいかな。流行りそうですね。ちょっと飛び子さんお詫びしときます。どっかで使うかもしれません。あげます。その代わりあげます。ラジオに三平。有吉さん、ゴリラの照り焼きこと角田信明先輩が。ことな、先輩つけるなよ、じゃあ。ゴリラの照り焼きこと角田信明先輩がハリウッド映画に出演するらしく、ブログでこんなこと言ってやがりました。今後、海外でのお仕事には、ノビー K という芸名を使うことにしました。ノビー K の K は角田の K であり、空手の K であり、K1 の K であり、歌舞伎者の K です。ダセーし、うるせーし、興味ねえし。伸び K の K は、首が太い嫌われ者の K だろう。テレンス K に改名して、テレンスレイと二人で、傭兵ごっこでもしてろ、この肉団子。いいですね。めっちゃ言う。いいですね。いいです。あげます。FM 宮崎バスケットカウント。松坂慶子。松下由紀、深田恭子。各世代を代表するガンタンク。松坂慶子さん入っちゃった。いいよね、松坂慶子さん。 ね、 いいですよ。ラジオネームラブ慶子。内田篤人、タモリ、映画タイタニックの名シーン。内田篤人サイドバック、はい、タモリさんオールバック、はい、映画タイタニックの名シーン、タッチバック。タッチバックじゃねえわ。何を言ってんの。手を広げてのタッチバックですね。先端でタッチバックしてんじゃねえんだ、あのシーンは。バカだな。カーセックスみたいな鳥みたいでしょっていうやつだから。すごいな、すごい発想だな。バカだな。どっから考えちゃうか。じゃあ上げるんですか。ガンタンクも上げとこうか。バスケットカウント。その絵はちょっと面白いな。チュリスケ。ベッキーが女性限定トークライブで必ず言うこととは何。男って最低よね。右からブスブスブス、一人も飛ばさずみんなブス。ドカーン。どうもベッキーです。ベキマルさんね。いつものみたいな。ゴルフサーティーは初めて来た道で迷った篠原信一さんが地元の人に声をかけています。篠原信一監督は何と言っていますか。篠原さん、わしゃ方向音痴じゃけ。すいません、あの試合僕勝ってませんでした。まだ言ってんの。ドイエとの試合のこと。まだ言ってんの。まあでもそうなんだろうな。そっちか。あげましょう。終わり。FM 山口ブラブラブラゼル。トイレ便所ピンコースがこべき、すべて意味は同じやね。怒られるわ。違うよ。トイレ便所ピンコースがこべき。ここ気持ちいいですね。いいですね。ピンコースがこべき。あげよう。
FM 群馬ラッパー崎場で、やっぱトイレ系だけどちょっと霜多いね。そうですね。つなげやすいっていうのはね、ちょっとありますね。そのつもりだったんでしょう、これ決めた時。ラッパー崎場。前儀の最中、射精しちゃって116分、雑談してる。それ120分ってあるんすか？ 120分コースあります。4分で果てて116分雑談。最悪だ、これもうあげよう。いい人なんだろうな。いい作品でしたね。俺だったら養生もい出したって帰っちゃうんだね。その子のためにもね、新しいお客さん。ラジオタケミ、オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで全員がスタートした2分後に松竹の芸人だけ狙えとみっちり教育されたドーベルマン5匹リフト。まあ、だいたい安田団長がトップで走ってますからね。そうですね。でそんなことするから松竹の芸人だけなんで狙われてんすか。松竹あげよう。ラジオのゴルゴ31、丸×ゲームで×を選択したラモス・ルイさんが壁の向こうがナイアガラの滝とは知らず×の壁に飛び込み、この映像がアニメ映画ターザンのエンドロール用としてリフトをNGC みたいな。NGC じゃ済まないですけどね。あげよう。ラジオネーム3分、あれは今から15年前のことです。当時中学生だった僕は女子にモテたい一心で、俺はお化けを呼び出せるなどと嘘吹き、放課後の教室で降霊術を披露する羽目になりました。教壇の上に立って義母愛子っぽい呪文を唱えること1時間、呆れ返ったクラスメートたちが席を立ち始め、どうにも収拾がつかなくなったその瞬間、お化けが出たぞーと叫びながらズボンをずり下ろし、連日のハードオナニーで紫色に跳ね上がった化け物ペニスギフト。バカでしょ。投げよう。ラジオのペケミニ、有吉さん、ミジンコ以上昆虫以下でおなじみ照英の野郎のブログを見ていて気づいたのですが、ディズニーランドへ行った話やおすすめの絵本を紹介するというケツがむずがゆくなるような内容ばかりなのに対し、ブログのタイトルはいざ頂きを目指してと付け上がり、その隣にやる気満々のゴリラが映っていました。照英さんでしょ。劣化版武井壮、お前のブログタイトルと内容がかけ離れすぎなんだよ。いいか、例えば木村和也さんのブログ、木村和也の考えられへんはな、あまりに自分の死亡説や失踪説が噂されることにムカついて3年前にブログを始めたんだけどよ、未だに1回も更新されてねえんだぞ。こういうのがタイトルと内容が一致してるブログっつんだよ。今すぐお前のブログのタイトルを照英のバカだからブログやってもすり替えやがれ。これあげよう。バカだな照英。木村和也で一回も更新してない。すごいな。すごいっすね。ラジオネームエゾシカライオット、 FM 岡山、北島三郎、山本譲二、北山武、日本版エクスペンダブルズ。面白い。面白い。傭兵たちが。あげとこう。ラジオ三平。島大輔、高橋ジョージ、佐野実。おお。リーゼントイコール、ダサい。
という図式を作った罪人たち。この3人のおかげで、まあ、リーゼント人口は減ったでしょうね、確かに。そんなことないと思いますけどね。佐野ミルさんのリーゼントに至ってはもう心もとないからね。そうですね。あげとこうか。三平教育。ラジオ、根は真面目。青空球児。大橋巨泉。読者モデル。青空球児。ゲロゲロ。大橋巨泉。ゲバゲバ。読者モデル。ガバガバ。ちょっとダメですよ、これは。辻君が今、ブースで、あそりゃそうだよ。読者モデルガバガバってイメージすごいな。あげとくよ。ラジオネームレペゼンチチェ。有吉さん、僕が平子の財布を盗みました。え、中身は全部使って財布は質屋に売ってしまいました。すみません。なので4万円とディズニーランドのペアチケットください。リオさんの人間の大きさに感謝。でもこれは本当かどうかわかんないからな。でもな、証拠がないからね。まあまあそうですね。でもしょうがない、パン2個あげましょう。ダメだよ。いっぱい出てきちゃうよ。甘いな、甘いな。FM さん、ケロケロ。申し訳ないです、平子さん。僕が4万取りました。な、ほらな。あ、いえ。正直に言いました。あゆさん、ディズニーランドのチケットください。ほらめろ。いや、しょうがないなぁ。クズだろ、けじゃん。まだ証拠ないからなぁ。パンだぞ。ダメだって、あゆさん、ほんとに。夜嫌いの夜行性。でんでんさん、激しく乳を揉みしだいてるけど牛嫌がってる。牛が超嫌だから。おめでとう。